オキシゲンマーク1 D4RWD をリビルド、その10です。マーク1 D4RWD を軽量化のためにリビルドします。プロポ 7PX 対応受信機に変更します。ジャイロをヨコムの DP30 に V4 に変更します。受信機にアンプの RX ケーブルとジャイロの RX ケーブルとゲインケーブルを接続します。ジャイロを両面テープでシャーシに固定します。除長したケーブル類を束ねます。アンプのエアリンクアダプタケーブルをシャーシに固定します。アクトロンをバーティカルアッパーデッキに固定します。バッテリーを接続します。プロポと受信機をペアリング、バインドします。アンプのハイポイント位置がずれているので設定します。フロントバンパーを装着します。フロントのボディマウントにマグネットをつけます。ボディを乗せて前後位置や左右位置に問題がないかを確認します。今回でリビルドは終了です。ご視聴ありがとうございました。